ナンバー6 8 a t 敵弾は第二次世界大戦中に用いられたイギリスの対戦車小銃敵弾である。正式名称は敵弾小銃ナンバー6 8 a t である。ナンバー6 8敵弾は成形作薬敵弾の初期の形状をとっており、またいくつかの説によれば最初に使用されたヒート兵器である。 弾頭の設計は単純なもので、1940年時点の性能は 52mm の装甲板を貫通できた。この敵弾の新艦は、ビブの中のピンを取り去ることで撃発準備状態に置かれた。このピンは、撃進が前に飛び出すのを防止するためのものだった。敵弾は、小銃のカップ型発射器から打ち出された。簡易なフィンが、弾体に、 空中での安定性をいくらか与えており、また敵弾が適当な角度で目標に当たれば、作略が効果を発揮した。着弾によって、敵弾ビブの激震が抑えバネの抵抗を排除して、前進白い感をついて起爆する、着発進感の構造となっている。RFEUZER, BSC&N グリフィ i s OBEMSC, サムヒストリカルアスペクト ASPECTS OF THE d e v e l o p チャージス、ミニストリーオブディフェンス、ロイヤルアーミメント、リサーチデベロップメントエスタブリッシュメントから1984ページ 6ADA144098 ありがとうございます。